皆さんお待たせいたしました。今夜のイノランバースタートです。えい、yeah. おっ、yeah. おいおいおい、まずはイノランさんです。よろしくお願いします。いやそして、はい、今夜スペシャルゲスト、うん、シリアさんです。どうも師匠。師匠やった、やった。私は、遠山の金さんでございますね。全然名前です。全然この帽子ないから。あ、そうか、ね、ドラちゃんで今日お越しいただきましたけれども、はい、ね、で、うん、MC のあ、そうです、ね、はい、奥浜と言います。いや、よろしくお願いします。もうちょっとね、小さめなんですけども、あの、うん、皆さん遠いなっていうことでね、まあ、実際はレイラさんはこんぐらい小さい。そうです、僕らがでかいんだ、はい、そういうことですね、はいはい、今日はあの、うん、ドラえもんのライトで小さくなったっていう設定で、なるほど、はい、うまいこと言うな、裏設定が、進めましょうか、はいはい、進めましょうかね、はい、はい、まずあの先週末のリロード 2days お疲れ様でした。お疲れ様でした。ねえ、いやー、本当に、うん、私1日目に現場で見てですね、2日目は配信で拝見したんですが、うん、今日もコメントいっぱい届いてますけれども、行った方、はい、ちょっと聞いてみましょうか、うん、リロード見たよという方、お疲れ様でした、お疲れ様でした、うん、すごいね、もうすごいですね、このやっぱりこれなんか、ね、来ますね、来ますね、 100% の視聴率じゃないですよこれは。昔なんかね、うん、こんな画面に字が出るなんてことなかったよ。なかったです。そう、ね、そうだね。ファックスね、ファックスができた頃、うん、あの司令のおばあちゃんが、うん、イカを孫にファックスで送ろうとしたんだ。本当ですか。どんな時代だ。絶対今作りましたよね。本当ですか。という作り話よ。そうだね。まあでも、すごい、しんちゃんどう疲れた？やっぱ。いや、疲れるというより。もうね、うん、なんだろう、もう本当なんか知んないけど泣いた、うん、泣いてましたね、これ、はい、泣いてましたね、もらい泣きしました、これがね、うん、もうだから本当もう、まあ、それも最高よ、うん、みんなのこう、うん、愛を感じて最高で、うん、でもこう安堵の涙なのか、うんうん、終わった後ってこと、そうそうそう、もう、もう、終わった後も結構泣けてきた。そうなんです、泣けてきました。なんでしょうね、安堵なんでしょうか。いや、わからないんだよね、ただ本当にこうみんなに感動をいただいたということは揺るぎのない事実ですね。だって深夜さん話された時拍手が終わらないんですもん。あ、そう、うん、レインボーラブだ、レインボーラブね、寺内武さんです。今日は大丈夫かしら、私、はい、大丈夫、大丈夫、はい、あの、ちなみにアンケート機能を使ってリロード会場で見た方、配信で見た方、聞いてみましょうかって言いながら、うん、ここのモニターがですね、今ノーシグナル、ノーシグナルでございますので、お願いします。接続がね、そう、うん、今日は何かが起きそうな、ね、しますよ。今日はいい日なんですよ。いい日なんですね、はい、さっきちょっと伺って、はい、うん、いいことがある日、なんとか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 です、はい、重なる日なのか、はい、重なる日なんですよ。そうですよ、そうなのか、今日また3月31日年度末ですからね。そうですよ、重なって言える上になったり下になったりね。確かにね、確かに確かに。アンケート出ますか、ね、これ、はい、あ、戻ったかな、うん、戻ってきたかな、アンケートちょっと出てこないな、これ後にします、いい、ね、生放送っぽいですね、後にしましょうかね、はい、なんかいいよいいよいいよ、はい、こういうのみんな見たいと思います。そうですね、すごい生っぽい感じで今日お届けしてますが、来たよ、来た来た、はい、来た来た来た、はい、コメントも今日いっぱい来てるんですが、メールもたくさんいただいてるので、はい、今日メールを感想も含めてたくさん紹介しようと思ってます、はい、はい、でもちろんそのリロードのアフタートークと題しまして、今日はですね、お二人にたっぷりとこの感動の2日間を語っていただきたいなと思うんですが、うん、はい、まだまだ間に合うので皆さんメッセージ送ってください。コメントもお願いします。はい、今日はしんちゃんが全部、お、まあ、全部答えるよ僕は。結構ね、細かいシチュエーションであれどういうことだったんですか、全部答えてくれる、細かく全部答えて、いいですか、何でも聞いて、はい、本当ですか、何でも聞いて、何でも、うん、はい、全部答えますから、そう、ね、そうですよ、はい、皆さん聞いてくださいね、はい、コメントでも OK です、拾いたいと思います、はい、さあ、はいはい、今日あの全てお楽しみいただきたいという方はですね、番組の一部いつものようにチャンネルの会員限定になりますので、うんうん、
リンクから登録してご視聴をお願いいたします。はい、はい、さあ乾杯が済んでおりませんでした。まず乾杯しましょうか。あ、そうだね、はい、うん、今日はもう先生に乾杯のご発声をいただいてもよろしいでしょうか。そうですか、はい、わかりました、はい、はい、お願いいたします。カメラ目線でお願いします。このカメラこっちだね、こっちです、こっちですね、隠してる。でかい声か。まあ私がですね、はい、僭越ながら、乾杯の挨拶を、賜りました。地方議員の人いる。山田の真也と申します。ああ、よっ、はいはいはい、おっ、たまや、はいはい、違った。まだ3月の27、28、はいはい、皆さんのおかげをもちまして、はい、大成功ができて、はい、もう本当にね、嬉しくてですね、本当これもう、大成功したのはですね、もう皆さんのね後ろで弾いてるメンバーの後ろでドラムを叩いてる僕のおかげでございました。乾杯！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 お疲れ様でした。よかった。よかった。いやー。いやー、歴史に残るスピーチだね。よかったね。よかった。よかった。よかった。よっ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 。いやー、でも無事終わったどころか、うん、ちょっともうこの感覚って何年味わってなかったかなっていうぐらい最高のライブでしたね。なるほど、ライブがね、ライブが、あ、そうね、はい、うん、ちょっとだけ振り返っていきたいなと思うんですが、当時は12月に予定されていたというのは皆さんね知ってるところだと思いますけれども、はいはい、ことをこの間のリロードでも話してたじゃないですか、うん、皆さんの本当にメールとかが、ちょっと待って、はい、しんちゃんのスピーチがこうさらっと流れてくってこう面白いなと思って、大丈夫ですか？こうなんか結構たっぷり上がったのにこう、もう大丈夫、ごめんねごめんね、いいね、これ、いや、まあ、そうそうね、はい、これ大丈夫、大丈夫、しない方がいいですかね、今日ね、いや大丈夫、今日は大丈夫ですね。今日盛りだくさんかなと思いまして、盛りだくさん行こうよ、盛りだくさん、あ、私の声が途切れる、まあ、私の声途切れてもいいんですけど、ちょっと確認しましょうか、私のマイクが途切れる、うん、どうかな、うん、どうでしょうか、ちょっと、まあ、このレイナちゃん一国堂みたいに喋るからね。そうなの、そうなの、声が遅れて聞こえてくるよって、あ、なるほどね、声がうまいね、いや今思いっきりやってましたけど、ね、言ってましたけどね、私の声聞こえないか、まあ、ちょっとじゃあ手話とかでやった方がいいですかね、まあ、レイラさんはでも石像派だからね。これ出た、犬山さん絶対それ言うんですけど、うちは何派でもなく奥浜レイラなんですよ。もう何派でもなく、確かに確かに、奥浜、確かに、奥浜派なんですよ。なるほど、冗談で言ってんですよ。大丈夫かな、もう大丈夫ですか、もう大丈夫、声小さい、声小さいよ、大きい声で話してるんだけどな、大丈夫かな、大丈夫になりました、声小さいってあれじゃない、俺の乾杯と比較してんじゃないの。なるほど、なるほど、なるほど、どうかな、こういうのがなんかね、うん、いいよね、生で、生で、生ですね、生なりのね、生ゆえの、そう、ね、ドリフもね、はい、渋谷効果で一回電源落ちてるんだよ、え、渋谷効果、渋効でやってた時、そう、ドリ、全員集合、渋効でやってたんだよ、あれ渋効でやってたんですか、そうよ、当時ドリフだもん、俺ドリフよ、ドリフ、ドリ、俺がドリメンだ、ドリメンだもん、あ、俺がドリ、ドリメン。ちょっと待ってください、収集つかない、収集つかない、いいほら、もう大丈夫ですか、話が全然おかしな方向いっちゃった、そうだったんですね、あ、ドリフにみんな反応してくれてる、あった、見てましたっていう方いましたけどね、今ね、ちょっとドリフの話置いといてもいいですかね、はい、いいよ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 、そうですよ、いや、しんやさん、もらい泣きしましたよ、何でも聞いて、何でも聞いて、あれはちょっとね、もうもらい泣きしました、しんやさんのお話に、あれだけファンの方の声に支えられるってことが大きなことなんだなっていうのを私たちも知りました、いや、うん、改めて、うん、思ったことがある、まあ、続きは会員限定の時間とってきて、おや
早いよ。改めて思ったことなんだけど、うん、ライブって本当に、まあ、俺たち5人じゃなくて、うん、スタッフでもなくて、うん、もう来てる会場に来てる人が主役なんだなと思った。本当に、うんうん、なんかまあ、本来は、うん、大丈夫朝日名前言っちゃった本来は、俺たち、まあ、なんていうんだろう、まあ、本当はね、普通のバンドの姿っていうのは、うん、ステージに出てる人間が感動させて、うんうん、あ、はい、お客さんを喜ばせてみたいな、うん、今やもうお客さんのパワーが強すぎて逆になってるよね。そんな感じがした。でも今回声が出せないじゃないですか、私たち、うん、届いてました、うん、でもすごく、あの、これ幻聴でも何でもなく、まあ、誰かも言ったんだけど、ちゃんと聞こえました、本当に、うん、やっぱり寂しさあるのかなって思ったんですよ、ステージ上で、まあ、私たち声で届けられないってもどかしさも正直あるんですけど、うん、でも途中からはあれ、なんかいつもと交換してるものは一緒だぞみたいな気持ちにはなったんですよね。っていうのをステージ上も感じてらっしゃる。稲田さんもどうでした？声聞こえないの寂しくなかったですか？僕全然寂しくなくて、だってこの時代だからしょうがないし、うん、でほら、もう去年からさ、こういう時代に入ったし、ね、だからやっぱりその人に会えないとか、うん、まあ、コンサートだけじゃなくて、やっぱこう思うことっていうのを、だから思いっていうか気持ちが研ぎ澄まされるから、うん、その何をしてくれなきゃこう何こう思いやりが届かないとか全くなくて、うんうんうん、みんなはそう思ってくれてるし、僕らも思ってるってことで、うん、全然それで成立しちゃう、うんうん、いや、なんかこんなに成功するというか、いつもと感じること一緒なんだ、むしろそれを超えるんだっていうのを、ね、感じましたよ。本当、ね、うん、そう思ったよ ね、うん、ルールを、ね、皆さん守ってやってるからこその一体感もあったと思うんですけど、うん、あと配信で見てる方は結構もう声出してたっていう方がね、あつ森の意味知りたいっていうコメントも今来てましたけど、はい、あつ森、あつ森ってだって俺のあつ森だよね、あつ森、森の、森のなんとか、あ、そこからですか、多分それはね、ご存知だと思うんです、あつ森、動物の森、え、だからラーメンのちょっとあったかいやつ、ああ、森か、そう、つけ麺のね、あつ森、そうだね、麺が冷たくて、うん、師匠の、師匠のあつ森って言ったら出てきますよもうね、本当にもう中途半端なこと言ってごめんね、本当に、ごめんごめん、分かりづらくごめん、あつ森って言ったら熱いやつが出てきて、あの、リュウちゃんの顔がついたナルトが出てきます、はい、そうそう、天台拳はそういうそういうことです、はい、そういうことです。いつもながら私今チューニングを頑張っております。そうだね、はい、そうだね、リュウイチがさ、ずっとインディーズの頃、地元に頑固ラーメンがあるとか言って、うんうんうん、でメンバーで行きたい行きたいって言ってたんでね、うん、で、ある日もうそれも20年ぐらい、もう10年、15年ぐらい経った時に、うん、みんなで行こうよ、したら、うん、ちょっとあれ嘘だったんだねどういうこと？理由はね、張ってるからね、そう、張ってんの、まあ、多分、勢いで言って、うん、そうそうそう、あの、引っ込みがつかなつかなくなっちゃうやつでもね、その後、はい、みんなでツアー行って、はい、何週かした時に、はい、あの、九州にあったのか、これマジ？あった、それしか嘘から出た誠、うん、そこ理由は触れなかったけど、いやどんどん話がラーメンの方に行きますが、何でしたっけね、あつ森ね、あつ森ね、あつ森の話ありましたね、うん、まあ、ちょっと後でもいろいろメール来てるので、そのあたりの話を伺おうかなと思うんですが今日でも今回あの世界中のファンの方が配信で見てたじゃないですか、うん、はいはい、そのあたりはどう感じてたんですか？いや嬉しかっただよね、うんうんうん、で今日もニコ生もそうだもんね、みんな見てる、見てくれてるもんね、うん、多分、うん、シェアさんもなんかね、うん、なんつうんだろう、そのいつも、うん、頭の片隅に配信のことがあった、ただきだから、へえ、うん、そんな意識だったね、うん、このぐらいで、うん、どう聞こえてるんだろうなとか、そう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 、うんうん、あ、ちゃんと楽しんでるかなとか、あ、でもこれもね、ニューノーマルだからさ、ニューノーマル、ね、新しい、ね、日常だから、ね、昨日か一昨日ドイツの人から本当に現場にね、あの、来てたらもっと暑かったかもしれないけど、こうやってその自分がそこにドイツにいることによってこうやって同時に見れるっていうのは素晴らしいことだよ、本当に素晴らしいことです、本当に見れてくれて、あと
現場で見てた方も、うん、帰ってもう一回配信で買って見られるっていうのは結構楽しかったです、うん、はい、そうそう、みんなそれやってくれたよね、うん、俺も見た、あ、見ました、うん、見た見た、どうでした、途中寝ちゃった、寝ちゃった、あ、ライブの後ですもんね、嘘嘘嘘嘘、ライブの後見たんですよねでもなんかやっぱこう、なんかこうもう一段盛り上がるっていうか、いいなと思いました、うん、それいいとこですよね、そうなんですよ、ね、帰ってすぐ見ました、やっぱり皆さん見てるんですね、帰ってくるごめんなさい、疲れ超疲れてたんです、はい、たくさんのカメラ目線ありがとうございました、いやいやいや、そうなんですよ、やっぱりあの画面の向こうで見てる方を皆さん意識してこう、うん、こっちに語りかけてくれてるなっていう感じもしました、え、しんちゃんは今回のドラムはなんかこう新しい試みみたいなあったんですか、ドラムセットのある、ドラムセットはもう、オール電子ドラム、電子ドラムでしたよね、シンバルはね、まあ、生楽器っていうかちゃんとしたシンバルだけど、やっぱこの本当にこう、なんて言うんだろう、まあ、これからの時代っていうかさ、うんうん、やっとドラムが本当にギターとかベースに追いついたなっていう、シンセに追いついたなって感じ、うん、ああ、うん、そっか、電子になるとそうですよね、そう、うん、昔から言ってたもんね、やっぱその湿度なりなんなりこう人が変わったりとかすると、はい、やっぱ同じ音をやっぱどんな環境でもやっぱ出したいっていう気持ちが強くて、杉蔵とかも似てるんだけど、うん、こっちのね年上チームはね、うん、おじさんチームも似てんだけどこだわり方が似ている、やっぱこだわりがあるから、うん、あのねドラムセットを着たっていうすごいあれなんだろうな、うん、ツアーとかやるとさ、うん、車でこう運ばれただけでもうキックのチューニングとか違うわけよ、うん、そんな微妙なところで変わるんですか、そうそうそう、で会場によってもチューニングを変えなきゃいけないわけ、うん、もちろんでも、うん、電子ドラムもう音色を毎回変えてる、うん、その会場に合わせて、あの今回、うん、まあ、席が一つ空けじゃないですか、うん、音の鳴りみたいなのってそこで変わったりするんですか、人が少ないっていうことで変わると思うよ、会場によっても人によっても、うん、変わると思うし、気候によってもね、普通1日目とか全然違うから、そう全然違う、本当にドラムの人も変わっちゃったから、あれ人が変わっちゃった、人が変わっちゃった、性格変わっちゃった、性格変わっちゃった、私誰見てたんだろう、うん、あの2日目だからヘベレケやってたからね、酔いどれで師匠、突っ込みづらいって言ったら、突っ込みづらい、めちゃくちゃ大丈夫、そんな感じしなかったですよね、必死でやってます、いやだからそこのこう違いみたいのもあるのかなと思って聞いてたんですけど、うん、違ったっていう感じてる方もいますね、うん、だって気圧ってものすごい変わるんだ、気圧ね、やっぱ雨が降ると気圧も変わるから、うん、で、変な話、うん、雨が降ってお客さんが来ると、うん、ちょっと濡れて場所からじゃん、はい、で音の吸収率も変わるんだから、うん、ウェットになって飛び方が、へそうだから、うん、全然変わるみたいな、微妙なことで変わっちゃうんですね、うん、さあ、あの今回ですね、実は会場で撮影された2日間分のお写真をお借りしておりまして、ここで写真を見ながらちょっとお話をしていこうかなと思います、それでは、はい、猫の写真とか出てくるすごいねなんか鼻垂れた写真、鼻水が出るとか、そうそうそう、面白い映像で吹いちゃいけないみたいな、スタッフ出さないですからわーすごい綺麗ね、これ綺麗だね、ですね、シルクとソレイだね、これ、ね、すごいね、レーザービームだね誰ですか、ジャパンだね、今回でもそのかっこいい、いやいやいや、あれあれ、さすが杉蔵、違いますおあらあら、あらなな、素敵、笑福亭、違うから急に話しかさんになっちゃった、ね、うん、そんなことないです、かっこいい、かっこいい、いい写真、うちのね、うちのボーカルはかっこいいね、いつもすごい、ね、キラキラしてるもん、うん、あら、かっこいい、出た出た、うん、おや、気持ちいいって言ってる、そうだね、そうだね、似てますね、あ、来た、来た、来たね、これこれ、みんな3本しか見えないけど、はい、この下に10本ぐらいネックがあるからねそんなにそう、そう、あの奥行きがあるからね、そう、一番下のネックにはタイヤがついて、それでもこう、そうそうそう、そうちょっと、ちょっと、あ、これもかっこいいね、これ、だから、そう、席からこう見えてましたっていう、この風景ですよね、うん、
さすが。あ、素敵だ。照明も綺麗ね、本当に。あら、あら、あら。これは誰ですか？いいですね。笑顔でだろ。いいじゃない、なんか。ね、いいですね。思い出します。いいですね。かっこいい。ら、ダメだね、これ。いや、かっこいいよ。めちゃかっこいいよ。どんな辺がダメですか？そんなことないです。あ、あ、来た。あの、これも10本後ろにある。そうそう、後ろにあるんですね。後ろにある。下じゃなくて後ろにあるっていう。サイッ！今、食べとるとこだから、今。ね、わかる？もうね、ゆうちゃんね。あ、来た。いいね。サイコー、ジェーみたいな。なんでジェーさんだけお二人も思わないわかんない。やらなきゃいけないパターン。精度低い。パターンですよ。あ、綺麗だね。いいね。景色でした。これ見ても感動した。こういうの見ると感動しちゃった。メイクアバーの時の青いライト。あ、これいいね。いいですね。いいですね。いいですね。こう見えてるんですね、しんやさん。そう、こう見えてますよ。あら、あれ？かっこいいじゃないですか。しんやさんいますか？これいない。あ、だからかっこいいのか。いやいや。いないですね。かっこいいのこれ。いい緑だね。あ、来た。もうこれ、この写真がバズってバズって、まあそういいねしまくりましたから、もうイナンがね、こうガッとこう助けに来てくれるわけですよ。いやいや、もう全然本当に嬉しかったね。いやいや、もうあらららら、いい笑顔ですよ、本当に。あ、もう終わっちゃいました。結構用意したと思ったんですが、思い出すわ。Jがある赤いあのアンコールシャツ着たじゃん。で、おぉ、かっこいいねって言ったら、ちっちゃい子で、ちゃんちゃんこじゃねえよ。なんて言ったの？ちゃんちゃんこじゃねえよ。私が2回目のおかしいと思うんですけど。Jさんなりのね、つボケなんですよ。そういうボケされるんですね。そうですよ。Jさんって。そうですよ。意外と。どういう反応するんですか、そしたら、しんやさん。ワオ！どんなやり取りが。ちゃんちゃんこじゃねえよ。本当、本当。これ本当。これは本当です。本当よ。誰もそんなこと思ってなかったと思いますけどね。本当だよね。あの赤いシャツ見て、ね、全く、ね、いやー、かっこよかったな、なんかでも、あの12月に予定された時からそのセットリストとかって変わったんですか？あ、ほぼ変わらない。ほぼ変わらず、やっぱあのまま僕らはリベンジするっていう、はい、そうね。今回あの後ろがね、客席が見える形になっていて、その何かこうセットがダーンって立ってるとかじゃなかったじゃないですか。あれがまたすごくこうそぎ落とされたかっこよさがあったし、あのライトがすごい映えましたよね。なるほど。まあ、あれ良かったです。そうそうそう、なるだけこうシンプルにさ、こうメンバーとその楽器がピックアップできるような感じのステージの作りだったよね、今回ね。でした。かっこよかった。絶対に何か考えてますよね。真面目なこと言うな。ごめんね。ダメ？大丈夫で、全然大丈夫なんだ。ワオ！これが J さんの前でやった反応ですっていう。いや、J の時はワオ。ちょっと小さかったですね。ですか。いや、たくさんね写真を、田辺さんの写真かっこよかったんですけれども、ちょっとここからメールを紹介しましょうか。メールってもうどういうもんかね、ちょっと教えてくださいよ。すごい来てるので、イカが、イカがくれ、イカをね、送った、イカがくれやつ、それファックスの方ですね。そうそう、ファックスの方ね。はい、絶対神回だよ、これ。絶対この後会員限定になるわけですからね。そう、やばいよ。そう、ここからですから、またやばいよ。はい、いつきさんから、イノランバー開店ありがとうございます。しんやさんの復帰を心待ちにしていました。こうやってイノランバーでしんやさんのお姿を見ることができてとても嬉しいです。先日のルナシー埼玉スーパーアリーナ両日とも参加しました。メンバー5人みんながステージにいる。これほどその光景が奇跡的で感動的であると思ったことはありません。現地組であれ、配信組であれ、ルナシーとスレイブが再会できて嬉しいという思いしかありません。声は出せなかったけれども、全スレイブの思いが届いたと信じています。これから待っているであろう明るい未来に前向きに進んでいきますといただきました。いつきさんです。元気になります。本当にこちらの元気になりますよ。いや、本当にあの今後やっぱさらにポジティブなメッセージを SNS とかでも皆さんに届けていくと届くんだなってことが分かりました。しんやさんのその発言でもそうですけど、届いていたようです。よかった。はい、そしてなおさん、ライブとっても感動し、大丈夫ですか？
大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です、目がね、これ私にしか今見えてない目をされてるんですけど、これをぜひカメラに撮ってほしい。いいですかね、読んで大丈夫ですかね。ライブとっても感動しました。私はルナシーのライブ初めてだったんですが、あんなに愛にあふれたステージを生で見られてとても最高でした。幸せでした。お二人に質問です。今回のヘアスタイル、衣装がとても素敵でした。いつもご自分で決められるんですか？メンバーと相談したりするんですか？ぜひ教えてください。こういうマークで来てます。なるほど、教えてくださいっていう。まあ髪型とかのスタイリングとかは、うん、J に相談してますね。すべてやっぱ J さんに一回、はい、J が OK だったら OK です、うん、まあ、大体 J は優しいから、あ、いいんじゃんって言ってくれますけど、そう、それで、そうですね、はい、出て、そんな感じです。なるほど、じゃあ今回のお衣装も J さんから OK が出ての、そうですね、以上で、以上で、あとは後はもう会員限定のことで、あ、そうですね、この後にしましょうかね、うここまでしか言えない。いや、そうですよ。髪型とかもね、気になってたんですけど、まさか J さんだったという。俺たち J のこと大好きすぎるよね。本当ですよ。こんなにモノマネされてるとは、J さんの方に分かってないですよね。さあ、ということで、ここから先はもう会員限定の放送に、はい、早いもんでございます、ね、しちゃおうかな、ね、しちゃおうかな、早いね、はい、もう一通だって、もう一通、あ、はい、本当ですか、じゃあ別のところから撮っていいですか、いいですか、うん、はい、なんか一応分けてあったんですけど、はい、あ、この方、ユミさんから埼玉、埼玉スーパーアリーナ公演お疲れ様でした。28日に行きました。車椅子で参加しました、うん、ユミです。5人揃っている姿を見たら涙が出ました。すごいいろんな思いが込められていたライブ、何と言っていいかわからない気持ちになりました。でもこれだけは言えます、本当に本当に最高の時間でした、ありがとう、はい、車椅子席でね、ご覧になっていた方ですね。そちらこそありがとう、嬉しいね、うん、嬉しい、ね、この次も読みたいんですけど、でもこれ多分結構ディープな話になると思う。いいよ、いいよ、読もう。いいですか？いいよ、いいよ。言っていいですか？いいよ。はい、ゆりさん、うん、イノランさん、しんやさんに質問です。うん、イノランさんから見たしんやさんのドラムプレイと、しんやさんから見たイノランさんのギタープレイの、ここが特にかっこいいというポイント、うん、ライブ中、この曲のここを見てというおすすめの瞬間があれば教えてください。全然ディープじゃないよ。本当ですか？うん、はい、俺から見たしんちゃんは、やっぱもうしんちゃんそのもの。やっぱりその、なんだろう、こう、なんかこう、優しいもの、うん、人間そのものっていうか、うん、やっぱり人間の尊厳のもので、うんうん、そのもので、やっぱりその叩くってことを伝えて、うん、支えて、その表現して、で、時にはそのわがまま言ったりとか、そのやりすぎたりとかするものであって、うん、別にそのディープなものじゃないっていうか、うんうん、はい、そのもの、はい、しんやさんから見た井上さんのギタープレイ、ここがポイント、軸がぶれないね、はあ、あのね、俺たちがこう楽器をやり始めたのって、うん、例えば自由を求めてとか、うんうん、楽しさを求めてとか、うんうん、でこう楽器ってやり始めるじゃん、うんうん、でも、うん、いつしかこういうなんかこうなんていうんだろう、プロミュージシャンと呼ばれるようになり、うん、例えばこうメジャーデビューとかをするようになると、うん、いつしか何かに縛られちゃうんだよ、うん、あ、うん、でも今のはいつも自由と楽しさがあるの、そういう面で本当に軸がぶれない、だから本当にかっこいい、うん、そこって普通は変わっていくものなんですか、その、まあ、何か別のことを重視しなければいけない、いや、なんかほら、いろいろ年代によってすごいカチッとやりたいとかさ、いろいろあるわけじゃん、でもなんかその基本かっこよく楽しく自由にっていうのがこうやりたいわけよ、うん、うん、ずっとそれの軸がぶれないんだよね、はあ、それができる人って多分限られてますよね、うん、なかなかいないですよ、うんうん、でも多分一緒だよね、うんうん、一緒だから、しんちゃんすごいドラムが好きで、はい、僕は、まあ、ギターはあれだけど、まあ、音楽が大好きで、そこは絶対変わらない、うん、何があろうと思う、でもその仕事だろうと、そうそうね、そうね、いい質問でしたね、ありがとうございます、うん、はい、
さあでは、いよいよここからは会員限定放送となりますので、ここからディープだよ。ディープですよ。 J さんが電話で現れます。あらあら、あらいいねいいね、言っちゃいましたね。そうわかんない、それ俺も今日ね会員限定でブラジャーしてきたんだよ。あれ見せようと思って。あら、何なのかな。補正下着だよ。そうそう、補正下着。補正下着、はい、まさかの。すいません、すごい球飛んできて今ドキドキしてるんですけど、はい、はい、今からここから先も見たいという方はですね、今上コメント出てますでしょうか、上にありますこちらから登録をお願いします。はい、出てますかね、大丈夫ですかね。ね、J さんはね、さっきのモノマネを見ててくださったらよかったんですけど。見てると思う。どうですかね、見てる、ご覧になってますか。見てる見てる、 J って言ってた。J が、 J が、 J が、うん、もうレコーディングとか中止してこれ見てるんだよ。はい、ではこの後1曲ご覧いただいてからですね、切り替えをしたいと思いますので、切り替えの前にこちらをご覧ください。ルナシー空の歌、ハイ&ハイヤー、どうぞ。さあ、ここからはすべての皆さんにご覧いただけているんですけれども、うん、もう切り替わったの？これね、切り替わりまして、なんと間もなく放送が終了ということに。そうですね、もう結構そうなんです、なりますので。語り尽くしたね、これ、今日本当に。これまた面白かったね。本当に新学期ね、間近で、僕らはね、本当に明日から切り替わりますからね。そうね、明日から頑張って生きていけるなっていう感じがしましたけども、ね、はい、うん、さあ改めて、お別れの前にですね、私の方からいくつかお知らせをさせてください。まずはルナシーの話題からです、はい、最初はこちら、うんうん、そうです、これ発表になってますが、ワウワウでルナシー8番組の放送が決定しております。これは楽しみ。はい、ミュージックビデオセレクションですとか、うん、あとはですね、井上さん の、 ビジョンスイートルームの、1と3ですね、うん、ロスカオボーイズの放送もあるということで、うん、これが5月の12日しんちゃんもね、はい、ドラムソロセレクション、そうです、5月の20日にあります。龍一さんのお誕生日の時いいんですか、私、ね、もちろんですよ。そうだ、もちろんですよ。龍一さんと僕のお兄ちゃん、高橋兄ちゃんの誕生日の時いいですか。一緒なんです。そう、一緒なんですね。なるほど、ね、なるほど、ね、一緒なんですね。で、あれですよね、6月にはリロードの放送もあるというふうに伺ってます。そうですね、はい、多分、はい、なので、はい、楽しみにしたいと思います。はい、2ヶ月連続で放送ということになりますので、うん、皆さんうわうわ入ってください、はい、そしてリロード公式グッズ、ルナシーのオフィシャルウェブストアで発売中です、うん、そしてこちら、はい、いろいろ出ておりますね、はい、記念グッズ、なるほど、はい、さあ続いて、イノランさんの最新アルバム Between the World and Me 絶賛発売中ということなんですが、うん、皆さんね、さっきもご覧いただきましたけれども、すいません、もう超かっこいいので、いや全然です、うん、世界に浸りたいんだったらこのアルバムだね。ですね、本当に車でガンガンで聴きたいですね。いや、聴きたいから、ね、海沿いとか走りたいですね。バイシンやってこう書いてもらっていいですか。こう本当いいの、帯にするんで、明日からもう全部いいの、いいの、全 CD ショップする、帯職人になっていただいて、はい、まあ、でもヘッドホンで聞いても、うん、なんだろう異空間に行けるよね。行けますね、そう、うん、いろんな聞き方でちょっとやっぱりこうムードが自分の中でも変わってくる感じしますよね、うん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 、ありがとうございます、うん、はい、頑張ります。ありがとうございます。そしてライブについてもお知らせをしておきたいと思いますが、イノランさんの2021年のプレミアムアコースティックライブなんですが、今後の日程このようになっております。はい、控えております。4月の7日ビルボードライブ大阪、8日もビルボードライブ大阪です。ビルボードでやってるんですよ。かっこいい。バイオリンとチェロとピアノとアコースティック、すごい。この間私東京公演に、ね、お邪魔しまして、しびれまして、かっこいいんですよね。頑張ってますもん。いや、うん、大阪も皆さんありますので、はい、はい、そうですよ。エンドレスレインのカバーもね、この間私行った時は、エンドレスレインだった。へー、すごい。そう、びっくりしました。ヨシキさんにも、ヨシキさんの番組見て、やっぱ感動しちゃって、うん、この曲ってすごいんだなと思って、うん、はい、僕らも何回か見てるじゃん、ドームとかなんとか。この曲の凄さってすごいな、うんうんうん、毎回カバーをしてるのな、1曲とか数曲とかエンドスルーに歌いたいと思って、吉さんに連絡して OK いいよって、
え、元気じゃないでしょ。元気なんだけど、うん、サビはオクターブ下。あ、分かる。いやー、サビは無理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 。俺もだってもうカラオケとか歌うと、レスレイ。そこだけ。そうなる、そうなる、そうなる。やっぱ高いもん、高いもん。女性が歌っても高いですからね。高い。でもみんなの中に鳴ってる曲だから、だから誰が歌うと関係がなくなる。うんうんうん。みんなのものっていう感じになってました。そう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 、いやー感動しました。また大阪でも、はい、はい、大阪も楽しみにしていてください。はい、そして新屋さんのお知らせなんですが、うん、まずはあの店内券の話題からいきたいと思いますが、はい、出た。こちら店内券をね売っていただいて本当に、ね、出た。申し訳ねえね、申し訳ねえね、うん、はい。今ですね、あの店内券夢のラーメンというテーマでオリジナルイラストを募集しております。これあの公式のインスタグラムアカウントをフォローしていただいて、オリジナルのラーメンのイラストに。2つのハッシュタグ、今から言う2つのハッシュタグです。ハッシュタグおうちで店内券、ハッシュタグイラストで店内券、こちらをつけて投稿しますと10名の方になんと店内券のオリジナル商品をプレゼント。もうすぐですよこれね、締め切りがなんと今日なんですよ。そうだな、2時間ぐらい、はい、ね、59分なので、みんな応募して、みんな応募して、ね、ここでイラストを書きましょう。オリジナル商品を皆さん手に入れてください。俺も応募して自分で優勝しようかな。ダメです。出来レースもいいところですね。すごいですね。いや、お腹が空いてきちゃいましたね、店内券の話すると。はい、さあそしてこちら、そうです、シンバル、シンバルね、シンバルですね。そうですよ、これでももうすぐ売り、もうもうそろそろ売り切れちゃうんでね。あ、そうなんですね。そう、お、早めにこれを買った方が良さそうですよ皆さん。めっちゃいいよと、ザスターシンバル、うん、うん、はい、シンバル、シンバル、セビアン、セビアンのシンバルで、星型にこう穴開いてるの。あーし、うん、ね、うん、すごい。シンバル、うん、ぜひこれも皆さん、ありがとうだよ。もうそろそろ売り切れちゃうという新屋さんの話もありました。限定で今とりあえず売ってみようって言って、あ、もう売り切れちゃう。そう、いや絶対買っといた方がいいよ。うん、ね、ね、残るよ、うん、ドラムしてる人は絶対買っといた方がいい、うん、そうね、ね、うん、ぜひよろしくお願いします。はい、さあそして、まあ、このあとね、数時間でもう4月になるわけですが、うん、新屋さん、春に何かやってみたいことがあるそうで。カルビー、あ、すいません、滑舌が悪くて、あの春にやってみたいことが、春にやってみたいこと、はい、そうですね、歌会始めなんぞね。やってみたい、春らしいですね、春らしくね、春らしい、これじゃないですか、ちょっと、それだったら、ごめんごめん、歌会始めだね。ドラムレッスンをやるんですよ、僕は。ネットで、なんとニコニコでこれやるそうですね。ニコニコやってます。お、ニコニコで、これは本邦初公開の、そうだ、ね、情報ですね。実はここで初なんですよ、はい、はい、で、ティザー映像があるということでご覧いただきましょうか。はい、まずはこちらご覧ください。お、まあ、朝起きてそのまんまの寝癖のままでやるっていうのがいいよね。リハーサル風景ですから、はい、ドラムちゃん、ドラムちゃん、ドラムちゃんでいいんですかこれは。ドラムちゃんで、これね、ドラムちゃん、うん、これどこ行っていいか分かんないけど、とりあえずは、あ、違う違う、どこ見ていいかじゃなくて、どこまで言っていいか分かんないけど、どこまで言っていいか。とりあえずはルナシーの曲に特化したドラムをレッスンしてます。これは嬉しい、ありがたい。この曲のこういうところがこうやって叩いてんだ、うんうんうん、細かいところまでしっかり。そうです、そうです、そうです。うわー、うん、それはで、ニコニコで4月に開講ってことですよね。そうです、もうすぐですよね。本当はあのドクタースランプドラムちゃんというタイトルにしようと思ったんだけど、ちょっといろいろやばいかなというドラムちゃんだけにしました。ドラムちゃんでよかったと思いますよ、はい、はい、いや、これは見たいっていう、興味あるっていう方が、ね、いらっしゃいますが、俺もなんか受講します、それ。あれ、本当、そう、ドラムだけがやっぱ叩けなくて、あ、まあ、いろんな楽器は、まあ、なんとなく見よう見ようまでできる。ドラムって難しいです。難しい、本当すごいなと思う。難しくないよね。すごいと思うくて、難しくない。そう、じゃあ、ね、僕この開講で僕受講生になります。皆さんもありがとうございます。皆さんもぜひ、これ初めて言うんですけど、ね、
うちの妹は深夜さんに憧れてドラム始めてるんですよ。で、私と一緒にバンド組んでたんですね。おお、え、何やってたの？私はあのシンセ弾きながら歌ってたんですけど、でも多分妹これ言ったら見ると思いますよ。ドラムちゃんを。ドラムちゃん。見て見て妹。うん、ねえ。ねえ。エレナ見てる？ねえ。はい、エレナ。はい、エレナ見てもう。ちょっと皆さんで受講しましょう、これ受講しましょう、ね、ぜひ、うん、僕も受講します。楽しみ、ドラムちゃん、はい、4月ですね。4月です、4月開校でございます。はい、詳しい情報はちょっと後日発表ということになりますのでね。後日発表、はい、あ、そうですか。詳細、あの、あ、いいね、オープンの日とかね、はい、すごい名前書かれちゃった。はい、ありがとうございます。皆さんで受講しましょう、これ、うん、いや、お願いします。といったところであっという間なんですが、はい、うん、そろそろお別れのお時間に、ね、なってしまいました。うん、で、次回イノランバーガー、イノランさんもう決まってるっていうふうに伺ってるんですけど、はいはい、ここで言っていいですか？もちろんです。大丈夫ですか？はい、発表していいですか？もちろんです。はい、次回このようになっております。なんと、うわー、今回に続いてまた豪華なイノランバー、次回の配信4月26日月曜日なんですが、なんとバビロンチャンネルとコラボで清原さんとお話しします。まあ、全然です。これもスケジュール空いてるかなと思って今、うん、全然来てください。本当にカレンダー開いてるんですけど、全然来てください。みんなで、ね、みんなでやったら面白いです。そうね、そういうのすごい面白いよね、本当に。ね、4月26ですよ。今日もね、本当楽しかった。本当に、ね、今日これ終わらないでほしいなっていう。でも、あの、清原君とやるでしょ、うん、20歳の頃ってやっぱみんな突っ張ってたから、そんな仲良くなかったんだよね。それはやっぱこの、あの、やっぱ残る人間っていうのはやっぱり、まあ、器が広いからさ、みんなさ、こうみんな仲良くなるんだったね。この前が前っていうか1ヶ月ぐらい前、清原君とやったの、やってないっけ、やってないっけ、うんうん、ね、そうね、うん、ね、そう、いやー、4月26日、ね、だから今回も本当に神回でしたけれども、うん、また次回もね、うん、そうですよ、はい、楽しい放送になります。いや、今日は神回ですよ、もうしんちゃんのね、うん、メモ取りながら聞きたかったですもん、私、ね、まだ語り尽くせない。本当ですね、そうですよ、いっぱいありますよ、まだまだあったのか、いっぱいありますよ。マキさんが表の生き字引、俺は裏の生き字引だ裏に、俺も裏の生き字引、ね、むしろ表ですよね、むしろ俺たち字引いてるから地引き合ってっから、同時になった。ルナシーの地引いた、地引きの進化がすごい。地引いたからよくわからない展開になってきましたが、地蔵と J に任せますよ。そうですね、地蔵、うん、と J? 地蔵とか ね, とかね。いや、でも今日杉蔵さんもね、お電話でご出演いただいて、ほんとね、嬉しかった ね, ね, ね、嬉しいね、大好きだから、しんちゃんのこと大好きだね。すぎちゃんはね、楽しそうでした。いいお話がたくさん伺いましたが、ね、はい、あの、ぜひ最後に感想を皆さん書き込んでくださいね。ね、うん、でも本当ありがとうございます、しんちゃん。こちらこそありがとうございます。楽しかったです、本当に楽しい時間を。いやいや、こちらこそ、こちらこそね、本当にみんなで、うん、ね、あとね、新しい番組、そうですね、ドラムチャンネル、ドラムチャンネル、これが続報お待ちしております。はい、僕らも、僕らもね、受講しないといけない。受講しないと、皆さんそうですよ、叩けるように、ねね、みんな叩けるようになりますよ、いよいよ、ね、もうね、ありますかね、こんなんでも大丈夫ですかね。全然大丈夫ですよ、叩けますか、全然大丈夫、大丈夫ですか、どうだろう、ね、いやー、全くないけれども、ね、皆さんご覧いただいて本当にありがとうございました、ね、みんな本当にありがとうございます。いや、それいいな、嬉しいな、ね、でも本当に、ね、この前のライブ、2日間のライブを通して、うん、本当にみんなの愛を感じた、うん、マジで、うんうん、いや、その愛の効果、ね、本当にみんな本当ありがとう、ね、ありがとうございました、ありがとうございました。だから僕らはこれからね、うん、またね、ライブをやるで、はい、絶対みんな遊びに来てほしいよね、うん、本当にみんな遊びに来て、本当に遊びに来て、うん、気軽にね、うん、気軽に気軽に気軽に来て、真剣にね、ね、遊び合おうってね、そう、本当に今後のライブも期待しております、うん、ありがとうございます。では、イノランさん、シンヤさん、本当にありがとうございました。最後にリープオブフェイスをご覧いただきながら、ね、お別れしたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。あできてないやつ
when you can